おかえり。みんなご苦労だったね。モンスター、よしよしして、ギブアップして。あー、もういい、もうられば離れろ。いやね、お断りだね。絶対離れないもんね。明日にも発見するんだもんね。ゴーラプレイス、ワンマンのメニュー何？私、お腹と背中がくっつきそうなんだけど。いいのかな、本当にお祭りに参加しちゃって。なんだ、今日おじけづいたか。大丈夫だよ、マザーも勉強だって言ってくれてるし。何かイレギュラーがあれば即刻退散ですよ。はい、闇にすがることで私たちの正義は存在する。紫、ハンバーグの代わりにあんたの口にマガジン詰め込むわよ。皆さん本当に仲良しなんですね。この状況を見てどこが仲良しなのよ。すいません。そうだよ、私とトーコはずっと仲良いよ。それに忍者には人の心を読む力があってだね。え、何それ、本当？嘘だよ、嘘に決まってるじゃないですか、あんたたち。どうしたんです、寮に来るなんて珍しいですね。いや、学園にお客様がいらしてね。どうぞ入ってきてください。失礼します。誰？あんにきてる、かわいい子。町内会って書いてあるね。はい、私三島崎町内会長の孫で、理事懇紹会の岡田あやめって言います。実は私、お祭り実行委員長なんです。あ、私日本武道館の出展見に行きました。あ、本当ですか。でも、お祭りの実行委員長？私たちが演じるファントムトリガーの物語、ぜひぜひ見に来てください。劇場でお待ちしてます。